こんばんは。豆彦チャンネルのお時間がやってまいりました。くるみどコーヒーの影山です。はい、豆彦の井川です。はい、この豆彦チャンネル、はい、毎日更新でね、はい、月火水木金土、はい、毎日見るって結構大変ね。そうだよね。まあ作る方も大変だと思う。作る方はもっと大変ですけどね。でもこういうのって、うん、なんかこう習慣じゃないですか。うん、毎日ほら会社には行ってるわけだから。ああそうだね。毎日会社に行く前の、うん、通勤時間に見るとか見るとかね。そういうのもあるかもしれません、ね、習慣になっていくか離脱していくか。あーそうですね。で YouTube って本当にこう露骨に再生回数が出るからね、うん、出る出る。今一番多いので168回ですかね。あーそうそう、僕らの最初のそうね、アイスでもその後どん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 こう尻つぼみになってますからね。下手するとね、うん、であれなんかさ、その YouTube の下に、うん、そのいいねとさ、よくないねってくないねあるじゃん、うんうんうん、あれよくないねとかついた瞬間にもなんかやってらんないなと思って。そうですか。あ、そういうの気にしないですか。いや僕は全然そういうの気にしないです。いやいやいや、どきどき。やっぱりだって影山くんにはね、はい、すごくこう競争意識を焚きつけるような仕組みになってますよね。YouTube ってあの再生回数とか、うん、本当に今までのラジオと違いますからね。違うよね。なんかこうアクセス数が何日に何こう何日や何いくつアクセスしたとか全部出るんですよ。わかる。あ、うん、それは特にね、うん、管理者は見れるしね、うんうんうん、そうなんですよ。はい、はい、今日はですね、はい、12月11日の回ということなんですけど。12月ですよ。12月11日の回で、うん、勝手にお悩み解決コーナーですけども、はい、あ水曜日はね、はい、まあ、なんかお悩みを検索していくと、うんうん、まあ、結構先週もやったようなね、うん、なんかこう脈はあるんですかどうですかとか、うんうんうん、次の一手どうしたらいいですかとか、うんうんうん、そしたらすごい多いと、うんうん、で、まあ、そういうのもね、うんうん、あるんですけど、はい、こっちの水曜はカフェの方なんですけど、はいはい、なんかそのカフェのでもどうしたんですか、しどろもの大丈夫。いや、うん、ね、うん、どういう、いやカフェの質問に対して回答してる回って、うん、本当にみんな興味あんのかなと思って、うん、まあそうですね、うんうん、まあないかもしれませんけどね、けど、うんうん、まあ、僕らはやり続けるっていうね、うんうん、いやいや別の悩みでもいいですけど。いやいや、まあまあちょっと今日は一つあったんでね、うんうん、行ってみたいと思います、はい、楽天みんなで解決よりですけど、うんうん、はい、パン屋&カフェ開業というご質問で、うんうんうん、独身の31歳男性です。将来カフェ&パン屋をしたいと考えています。飲食店勤務で調理経験はあります。資金面も貯めています。しかしパンの技術は全く未経験です。パンを独学で学ばれた方でパン屋やカフェを開業された方はいらっしゃいますか。やっぱりパン屋で何年間か修行してからある程度技術を習得してから開業した方がよろしいのでしょうか、うん、というご質問なんですけど、うん、パン、はい、ねえ、はいはい、あれ結局どうしたんですか。豆彦飯店に、はい、ベーカリーが、うん、パン、うん、あれは今宇田川町に全部移って、あ移った、結局入ったんです、うん、なんか入り口が入らない、うん、いやいや入らなかったんですけど、うん、まあ、無理くり入れましたよ。あそうなんだ。結果的に、ね、あなんとかなったんですね、うん、なんとかしましたけど、した、うんうん、はい、だから、まあ、その豆彦飯店、まあ、古くはその前の豆彦パート3の頃から本格的にパンをね、うんうん、豆彦でやってますけど、今丸パンってすごい数出てますから。あそう、うん、あ大体注文するとね、そのスープにしても食事メニューにしてもついてくるっていうのがあるからね、うん、美味しいですよね。美味しいですよ、うん、あれは、うん、まあ、あれ全く独学ですからね、井川さん自身は、はいはい、あれああしようって言ったのもレシピ も僕は考えてるんですからね、はい、ね、茨城でしたっけ、そう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 、茨城 のそうそうサンローランっていうパン屋さんで、はい、食べた印象があってね、うん、それをあそうなんだって言ってレシピも教えてもらったりして作ったけど、うん、まあ、結果的にはそれからもう3年ぐらい経って全く違うようなレシピと作り方になってますけど、ね、うん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 、どうですか、そのパン屋をやるってこと そのハードルと簡単に、うん、まあ、面白さとか可能性とかね、うんうん、もうダメですね僕こういうのもう見ても、うんうん、
まあ、こんなの聞いてる時点でダメじゃんって思っちゃうんですよね。はいはい、うん、思っちゃうとはっきり言って、はい、どの辺がですか。いやだって、はい、いやそんなだって、まあ、これ何においてもそうですけどね、うんうんうん、その経験を積んでからお店を始める、もしくは経験を積んでから何か独立するっていう方がいいのか、うんうん、いきなり独立した方がいい、あ、独立っていうかね、いきなり始めた方がいいのかっていう問いかけじゃないですか、はい、で僕はとにかくそのやらない理由っていうのはいくらでも見つけられるわけですよ、うん、世の中において、なぜ自分がやらないのかっていうことは、うん、まあ、資金が足りないとか、うん、まだ経験が足りないとかって、うん、つまり足りないことっていうのは目につきやすいですよね。景気が悪いとかね、そう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 、うん、なんか思ったような、親が反対してるとか、うん、そう、奥さんが反対してるとかね、うん、まあ、つまりやらない理由はいくらでも見つけられるわけですけど、うん、そのやる理由を見つけるっていうことが仕事ですよ。はあ、ちょっと今なんか名言入りましたね。入りました。やる理由を見つけることが仕事だ。そう、仕事っていうのはやる理由を見つけることでしょ、うん、自分がこれを続けていくのか、うん、いかないのかっていう疑心暗鬼なことって、うん、初めてからだっていくらでもありますよね。まあそうだね、むしろ初めてからの方が多いでしょ、うんうん、これをこのまま続けていった方がいいのかっていう、うん、でもやるんだっていうことを自分に説得できるっていうことが仕事じゃないですか、うんうんうん、あとは作業ですよ。ああそう、うん、パンを作ろうがコーヒーを入れようが、うん、そのね、そんなもの作業であって仕事ではない、うん、仕事っていうのは自分がなんでこれをやってるのかってことを自分に説得する仕事だ、仕事することだから、うん、いやそれはね、ただちょっとお言葉を返すようですけども、うん、はいはいはい、あ、井川さんは本当にそれを、うん、それできてるよね。それできてますね。だから映画も別にその映画学校に通ってたっていうわけでもなく、うんうん、気がついたら作ってるっていう、うん、まあ、カフェ自体もそう、うん、まあ、パンもね、そうだし、そうですそうです、もそれは井川さんだからできんじゃないの、うん、っていうツッコミが今画面の向こうから多数来てる、うん、こういうのはニコ動画ニコの、うん、ああいうのを見て弾幕が貼られてますよ、うんうん、あれ井川さんだからだっつって、いやいや、いやだから、うん、じゃあどう、だって常識的にはね、うん、やっぱパンだってそう、うん、いやもちろん焼くは焼けますよ、うん、だけど本当にお客さんからお金を取れるような美味しいパンを焼けるかっつうと、うんうん、まあ、もうこうね、うん、3年5年10年、うん、修行しないと無理なんじゃないかってこの人の気持ちも僕は想像できますけどね。でもね、うん、全然できませんよ僕は。だってじゃあなんでカフェとパン屋をしたいと考えているんですか。それは何、儲かりそうだからってこと。いやそうじゃないでしょ多分、うん、ちっちゃい時になんかパンが好きだったとか、まあね、お父さんはサラリーマンだったけど、うん、おじいちゃんが和菓子屋だったとか、うん、やっぱりどっか自分の中にカフェとパン屋をしたいと考える、ね、ルーツみたいなルーツみたいなものがあるわけですよ、うん、そこに問いかけなきゃ意味ないでしょ。いやだからやりたいと思うわけですよ。そう、やれることとできることって違うじゃんとか。いやだからそう、うん、そう思うでしょ、うん、だけど自分がだからなんでカフェとパン屋をしたいのかって考えて、うん、まあ、それがおじいちゃんが和菓子を作っていたのを見たからだとか、うん、まあ、好きな女の子がパン屋で働いてたからとか、うん、魔女の宅急便を見すぎたからだとか、うん、まあ、いろんな理由ありますよね。あるかもしれないね。で今の自分に何ができるのかなって考えたら、うん、おのずと道は開かれるじゃないですか。やっぱりパンを作っていくたいと、うん、その時にね、うん、じゃあ具体的にどういうパンを作るのかって言えばね、コッペパンみたいなパンを作るのか、うんうん、クロワッサンとかね、うん、いや僕はちっちゃい時フランスに住んでてね、そのなんかフランスの街角のパン屋さん、うんうん、ベーカリーみたいのが作りたいんだって思えば、うんうん、それはもうじゃあフランスかどうかでパンを勉強される方がいいでしょう。あ、勉強した方がいい、した方がいいですよ。 そういう具体的な何かそういうことなで、であればってことね、うんうん、それがなんかそのおじいちゃんが和菓子職人でね、うん、そういうのをコツコツ作ってるの見てたら、うん、じゃあ何か一品に絞ったようなパン屋さんを始めた方がいいんじゃないですか、うんうんうん、アンパン屋さんとかね、うんうんうん、アンパンに限定するパン屋さんにした方がいいとか、うんうんうん、だからそのカフェとパン屋さんをしたいっていうことのしたいが気になるわけですよ、うん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 、それが儲かるかもしれないと思ったからっていう理由であれば、うん、もうカフェとパン屋さんをやるのはやめた方がいいでしょ、うん、ね、だって設備費だってパンっていうのは一番かかりますから。かかるもんね。オーブン買ってね、ミキサー買って、そのね、いろいろなんなら発酵機みたいなのとかもね、そうですよ、うん、
ね、銅コン買ったり、うん、ホイロ買ったりっていう風にすればパンって一番お金かかるわけですよ、うんうん、でそれはもちろん中古の機械を使って安く仕上げることはできますよ、うんうん、だけど、ね、その本当に本格的にパンをこだわって作るとなれば、うん、発酵がありますから、うん、朝7時に焼きたてのパンを食べさせたいと思えば、うん、自分は朝2時に来なきゃいけないわけですからね。みたいなことだよね。本当にやろうと思えばね、うん、やろうと思えばドライイーストじゃなくやろうと思えば、うん、でもそれを、じゃあ半発酵までね、うん、工場でやってあとはお店で焼くだけみたいな生地も今は用意できてますよっていう風にしてますよね、うん、だからそういうものを工夫してやることもできるし、うん、だけどそれだとやっぱり儲からないのかもしれないし、うん、本当に自分の作りたいパンじゃないかもわからない、うんうんうん、だから結局は自分の問いかけでしかない、うん、自分に問いかけるしかないわけで、うん、僕はそこで無責任に、うん、そうですね、じゃあある程度パンは修行してからがいいと思いますって答えるのは簡単だけど、うん、何を修行するんですか、うん、っていうぐらいのことだね、うん、だからなんでカフェとパン、カフェ&パン屋をしたいのかっていうことが、うん、そのなんでが大事じゃないですかね、うんうん、そこをもう一回問いかけろ と僕は思いますけど、うん、まあ、影山さんなりに何かこう救ってあげれるアドバイスがあれば、うん、そうね、いや、そのやりたいっていうのとできるっていうのとちょっと違うとしても、うんうんうん、その案外できるっていうことはなんか思うんですよ、まあ、もちろん。でもそしたら今ここにおめえだからできんだろ、うん、おめえだからおめえはそうやって言ってるだけだろって出てんじゃないですか今。いや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 、うん、弾幕がね、うん、いや違う違う、いや僕の場合はまあ本を作るみたいなことを、ね、うんうんうん、この2年ぐらいやったわけだけど、うん、その全部を思い浮かべると途方もないけど、うんうん、分解していくと、うん、一個一個はなんか想像ができるっていうか一個一個はその乗り越えられる範囲ってことってあるから、うんうん、からその全部を見ようとせずにちょっとその分解していって一個一個手前のことからコツコツやっていけば気がついたら本ができてたみたいな、うんうん、最初も全くその道のりも含めて見えないからね、うんうん、まあ、途方に暮れちゃう感じあるけど、うんうん、だからそういうなんか僕はこう一個一個分解するっていうのがコツな気がしますけどね、うん、それは僕もよく思いますよ。あ、そう、うん、だから135っていう風に見るとね、うんうん、えって思うけど、うん、これが 5×5×、うん、割り切れないけど5とあまり10、あ、そう、まあ、じゃあ 5×3×3×3 だっていうふうに割ればね、うんうん、135じゃないですか、うんうん、そう、5と3が3回かと思えばね、うんうん、あ、できるかっていう、そういう感覚あるよね。そうですね、素因数分解するっていうことが、うんうんうん、できればね、うんうん、あ、じゃあ一つまずは今5からやろう3からやろうってことはできるからね、うん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 、だからそれと一緒ですよ。 だけどそれにはその自分が何でしたいのかっていうことが、うん、つまりやっぱりそこから砕いてって、うん、素因数分解をしてった方がいいんじゃないですか、うん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 、素因数分解ね、うん、はい、まさにパンをやりたければ素因数分解せよと、はい、そうですね、パンと素因数分解ですよというタイトルをつけるのね、はい、くれぐれもきつい言い方しないでくださいね、繊細な人だから。どこかで会ったことがあるとすぐに分かった。ただそれがどこで会った誰なのかすぐには分からなかった。ちょっと、いい加減にしてよ。つぐみはね、